前回のバレンタインカラーを使った大人なマーブルデザインに合うデザインをですね、今回も5本指でご紹介していきたいと思います。で今回はですね、バレンタインのカラー、ピンクのカラーをですね、ちょっと大人っぽく大胆に使ったデザインでご紹介していきます。前回ご紹介したメイン、大人なマーブルデザインに合うデザインを今回もこの4本にデザインしていきたいと思います。使っていくカラーは前回作ったカラー、これはですね、そのまま使っていきたいと思います。そしてさらにですね、このインクで、カラーを作っていきたいと思います。メルティのクリアジェルの中にインクを入れて、カラーですね、クリア感のあるカラーで作っていきます。作っていくカラーのイメージとしては、ジェルで作ったこの大人なマーブルのピンクですね、これに似た感じのクリア感のあるカラーに仕上げていきたいので、それに近づけるようにですね作っていきます。まずはピンクのインクをですね4滴ほど入れていただいて、そこにガーネットブラウン、ちょっと深みを出すようにですねブラウンのカラーを足していきます。最近このインクを使うたびにですねご紹介しているんですけれども、結構本当にシャバシャバなんですけれども、ジェルにすごく馴染みやすくて、アクリルと違ってしっかりとこうジェルに混ざり込んでくれる感じがですね、すごく混ぜていてもですね気持ちいい感じがします。でそこにですね少し黒を足していただくと、こんな感じの深みのあるピンクのカラーに仕上がってきます。ではこのカラーをですね薬指全体に塗っていきたいと思います。使っていく筆は色ジェルのフラット筆で塗っていきます。クリア感のあるカラーを塗っていく時のちょっとしたポイントとして、筆を立てて塗っていくとどうしても筆跡とか、あとがムラですねが気になってくると思いますので、筆を寝かすような形で先端に向かってこう伸ばしていくというような感覚で塗っていただくと、ムラなく塗っていけると思います。このカラーの深み具合は薄い感じが良ければ一度塗り、深くですねやっていきたいなっていった時には二度塗りしていただくといいと思います。硬化が終わったら続いてハートのホロを使ってハートフレンチにしていきたいと思います。大人なデザインの中にも一本少しですね可愛らしい感じで表現していきたいので、このハートのホロを並べてですねフレンチ状にやっていきたいと思います。でそれと同時にですねストーンの黒とあとはスタッツも一緒に入れ込んでいきます。爪先のところに入れていきますので、その部分にですねクリアジェル、のり代わりになるものを塗っていただいて、ホロを入れていきます。でこのホロもですね、私の爪の長さでこの大きさだとだいたい3つぐらいを置いていただいて、で同じ向きではなくて、あえてですねちょっと向きを変える感じ で入れていただくと、動きがあってですね自然な感じに仕上がってくると思います。そして黒のストーンとスタッツをですねハートのホロの間に入れ込んでいくと、フレンチラインに仕上がってくるので、こんな風にですね綺麗に並べていただくといいと思います。ハートのホロはですね縁ギリギリのところに置いていただくと自然な感じになってくると思います。で硬化していきます。黒のホロなのでハートといってもですね本当に可愛いんですけれども、かっこよく仕上がっていると思います。では続いて親指にはですね前回のメインと同じ大人なマーブルですね、やっていきたいと思います。前回作ったバレンタインカラー、ピンク、焦げ茶、白をいっぺんに入れていきます。前回のメインと同様にですね一つのカラーをですね2箇所ぐらい置くような感覚でまずカラーを入れていきます。この大人なマーブルなんですが、本当に前回もご紹介したようにカラーを全部ですね爪の上に置いてから筆でトントンとするだけの簡単なマーブルになりますので、今回はですねこのちょっとまた爪の上にこう石のようなイメージで入れ込んでいるので、その形を作りながらですねカラーを置いていくんですが、こういう風でなくてもですねフレンチみたいな形だったりとか、あとは自然なグラデーションでマーブルというのもですねやっていけると思いますので、爪先にかけてカラーを入れてトントントンと動かしていただくと大人なマーブル出来上がってくると思います。では続いてここにもですねメインと同じようにグリッターを入れていきます。今回は爪先にかけてこんな風に入れてみました。で硬化していただくとですねこんな風に仕上がってくるんですが、最後ですねまたトップジェルコーティングしてから、ミラーライン入れていきたいと思います。では続いて小指、人差し指にはですね薬指にも塗ったインクのカラーで作ったピンクの濃いカラーですね、これをクリア感が生かせるような感じでですね塗っていきます。ここは薬指と同じぐらいの濃さにしていただいてもいいですし、あえてですねちょっと薄めにこんな風に塗っていただいて、ちょっと抑えめに仕上げていただいてもハートとかが生えてくると思います。
毎年お正月が終わるとすぐにバレンタインの季節がやってきますよね。その度に今年は子供とクッキーでも焼こうかななんて思うんですが、なかなか実現しません。ですが今年はなんと日曜日がバレンタインということで、今年こそ頑張ってみようかななんて思います。では続いて小指人差し指クリアのカラーですね、塗っていただいたらの、これもですねバレンタインのグリッターと、前回のメインの時に作ったグリッターなんですが、これをですね爪先からとちょっとグラデーションになるような感じで、少し幅が狭いんですけれども、下からこの爪先から流れるような感じで入れていきます。少しの量をですね筆に取っていただいて、爪先にまず置いていきます。爪先にしっかり置いていただいたものを、筆をですね根元に向けて持っていただいて、爪先から根元にかけて筆を伸ばして、このグリッターをですね伸ばしてグラデーションを作っていきます。グリッタージェルを引っ張るような感じでやっていただくと自然な感じになってくると思います。どこか一部のところだけですねちょっと高い位置でグリッター終わるような感じにしていただくと素敵な感じになると思います。いいねと思ったらいいねボタンお願いします。そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、では一旦こんな感じでトップジェルコーティングしていきたいと思います。光のラインが通るように綺麗にコーティングしていきます。小指人差し指のようにですねクリア感のあるカラーはトップジェルをですね少しいつもよりですね多めにコーティングしていただくとクリア感がまた生きてくると思います。そしてこの薬指に関しては爪先にハートのホロを入れているので、ホロって結構トップジェルを弾きやすかったりするので、弾いてしまう場合は2度に分けてコーティングしていただくといいと思います。親指は他の指に比べると大きい爪なのでたっぷりめにコーティングするんですが、なかなかですね光のライン出すのは難しいと思いますので、爪を反対向きにしていただいて表面張力の力使っていただくといいと思います。では硬化が終わったら未硬化ジェル拭き取っていただいて形まで整えていきます。今回のデザイン濃いめの可愛いピンクなんですけれども、クリア感があるカラーにしていただくことで大人な感じに仕上がってくるので、可愛い中にも大人っぽくというような感じのイメージでデザイン仕上がってきていると思います。形の整えもしっかりとですねサイドのラインのまっすぐシュッとしていただくと綺麗に仕上がってきます。それでは形の整えやっていただいたら、ダストとかですね取っていただいて、続いてメインと同じ親指のところにですねミラーライン入れていきます。今回も私のお気に入りネイルタウンのアイシングジェルとマジックパウダーペン使っていきます。今回筆はですね色ジェルのライナー筆でやっていきます。私の親指のようにですね大きい爪には本当にこのライン大胆に入れていただくとかっこよく仕上がってきますので、ちょっと上品にしていきたいなといった時には細いラインで楽しんでいただくといいと思います。最近サロンのお客様でもバレンタインネイルやられる方が多くなってきたんですが、さりげないバレンタインで楽しむ方と、あとはがっつりバレンタインデザインにして楽しむ方と本当に2つに分かれるんですが、先日久々にがっつりバレンタインをやりまして、アポロを作ったんですが、アポロってちょっと個人的には絶対そんな可愛らしいの自分の手にはできないなんて思っていたんですが、やってみると意外に可愛くて、そういう可愛らしいのを作っていると私もやりたくなってしまいました。たまにはそういう可愛らしいバレンタインネイルもありですよね。はい、それではこんな感じで最後にツヤ出しのトップジェル色ジェルのグロッシートップジェルをコーティングしていきます。基本的には凹凸など何もない指からですねさっさと塗っていただいて、あとミラーラインをやったところはですね最後にやっていただくといいと思います。そしてミラーラインの時はですね毎回お伝えしていますが、たっぷりこのツヤ出しのトップジェルコーティングしてしまいますとこの立体がですね半減してしまいますので、さっさと塗っていただいた後ラインをなぞるような感じでとハケでですね拭い取っていただくといい感じに仕上がってくると思います。では最後キューティクルオイル塗っていきます。今回はクリア感の効いたデザインなので、キューティクルオイルを塗るとさらにこのなんかクリア感がアップしていい感じに見えますよね。はい、こんな感じで完成です。中指親指は大人なマーブルデザイン、そしてそれに合うようにですねちょっと可愛らしい濃いピンクなんですけれども、クリア感を生かすことによって大人な感じに、そして大人な中にもハートのホロを入れ込むことによって可愛らしさもある、とってもどっちも使っていけるようなデザインに仕上がっていると思います。
ハートのホロフレンチをですね、何本かにやっていただいて楽しんでいただくのもいいと思いますし、今回の私のようにですね、1本だけこんな風に可愛らしく仕上げて、あとは大人っぽくという風に仕上げていただくのもいいと思います。年に一度のバレンタインネイル、さりげないバレンタインにするか、がっつりのバレンタインにするか、お好きな感じに楽しんでいただくといいと思います。ぜひ一度やってみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。一本は可愛らしく、そして大人っぽいデザインでまとめてみました。ぜひ一度やってみてください。続いて我が家のちょっとした出来事です。バレンタイン続きじゃないんですが、先日我が家のおてんばした娘、アポロのチョコが大好きなので、アポロのチョコを買って食べていた時、ママ星が出たよと走ってきました。以前にも一度だけ星型が出たことがあったんですけれども、やっぱりこういう特別感のある星が出ると嬉しいですよね。何かいいことが起こるのかななんて思ってしまいます。このアポロのチョコで思い出したんですが、私昔からアポロのチョコを口の中に入れて食べるとき、こう自然と口の中でこういちごの部分とチョコレートの部分をこうポキッとこう歯で噛んでちょっと分けて食べてしまう癖があるんですが、こんな風に2層になっているチョコレートとかって、こう離したくなってしまいませんか。普通はそのまま口の中で溶かして食べるんだと思うんですが、必ず無意識に分けてしまうんですよね。そして先日私のサロンのお客様、毎年必ずこのバレンタインの時期にチョコを買ってきてくださるお客様が見えて、いつも百貨店でちょっとお高級なチョコを買ってきてくださるんですが、今年はなんとブルガリのチョコでした。袋を見た瞬間、と叫んでしまいました。たまに他のお客様とかでもこういったブランドのチョコレートを1個2個というような感じで買われる方結構聞くんですけれども、そんなチョコレートにそんなお金かけれないなんて私は思っていたんですが、まさかそんなブルガリのブランドのチョコレートをいただくなんて思いもしませんでした。もう入れ物から何から何までこう本当に高級で、いやいや、これはもう食べるものじゃなくて飾るものですよね。食べてなくなってしまうなんてもったいなくて、本当に食べれないと思いました。ですがやっぱりこれも経験と思って食べたんですが、これを家に持ち帰って、もちろん旦那とか子供たちにも見てみてと見せびらかして、ちょっと高級だからみんなで食べようと、本当にみんなで一かじりずつ食べました。さすがお客様、私の好きな抹茶をセレクトしてきてくださったので本当に美味しかったです。きっとこの先も自分で買うことはないと思うので、本当にいい経験になりました。ありがとうございました。ということで、私もバレンタインに向けて子どもたちと何か作り、クッキーとかチョコレートですね、作れるように頑張っていきたいと思います。以上、我が家のちょっとした出来事でした。それでは今回も最後までお付き合いありがとうございました。バイバイ。